ミック・フォーリー、ミック・フォーリー、ミック・フォーリー、本名、マイケル・フラス・フォーリー、SR、1965年6月7日台は、アメリカ合衆国のプロレスラー、作家、カラーコメンテーター。インディアナ州ブルーミントン出身だが、育ちは、ニューヨーク州。ハードコアレジェンドとして知られ、ハードコアレスリングを得意とする。複数のリングネームを使い分け。 多重人格というギミックのもと、カクタスジャック、カクタスジャック、マンカインド、マンカインド、デュードラブ、デュードラブなどのキャラクターで活躍。両手でピストルの形を作って、バンバン、と叫ぶのが定番アピールである。現在は作家としての顔も持ち、自伝である、ハブ、エーニースで、1998年は全米でベストセラーになった。その他、 小説や絵本など、精力的に執筆活動を続けている。ハブ、エーニースデー、とは、自身の決め台詞でもある。2007年には自助伝、ハードコーダイアリーを発表した。少年時代からプロレスに熱狂し、1983年の大学生時代、マディソンスクエアガーデンで、ジミース・ヌーカが金網最上段からドン、村子に放った伝説のスーパーフライスプラッシュを、 前列列目の客席で目撃している。この時の光景に衝撃を受けたことが、後の彼の試合スタイルに大きな影響を与えた、後年、村子が WWE 伝道入りした際はホーリーがプレゼンターを務めている。元、WWF 世界タッグ王者の師匠、ドミニク・デヌーチ、ドン・デヌーチのトレーニングを受け、1986年6月24日にデビュー。 9月13日には、ジャック・フォーリーの名で、ジョバーとして WWF に出し、ブリティッシュ・ブルドッグスと対戦。ダイナマイト・キットを怒らせたために危険なスープレックスをかけられ、顎を負傷。後日この怪我によって、受け身の際に歯を食いしばれず、前歯を失った。その後、カクタス・ジャックのリングネームを名乗り、テネシー州メンフィスのクアやテキサス州ダラスのワクア、 WCCW に参戦。ワクアでは1989年5月に、ケリー・ホーン・エリックとジェフ・ジャレットのチームから、タッグ・オーザをダッシュしている。1989年には、WCW にも出場したが、引き続き、インディ団体を主戦場とし、ワクアの後継団体、GWF では、スコット・アンソニーや、マッカン・シンダとザ・カーテルなる、ヒールユニットを結成していた。 1991年3月には全日本プロレースに初来日。表記はキャクタスジャック。チャンピオンカーニバルに参加するも無得点に終わった。1991年9月よりヒールとして WCW に本格参戦。ミッドカード戦線での活動を経て、1992年からはロンシモンズやスティングなど WCW 王者との構想も組まれた。タックでは アブドー・ラザ・ブッチャーやケビン・サリバンとコンビを組み、狂乱ファイターとしてのキャリアを積んだ。1993年にはベビーフェイスに転向し、スティングやダスティローデスともタッグを結成。ベーダーとの交想もスタートさせた。1994年3月16日、ドイツで行われたベーダー戦で、ロープが頭に絡まり、無理に抜け出そうとして、 右耳がちぎれてしまうアクシデントに襲われる。この頃から得意のバンプを生かした場外への自爆など、過激な試合展開を多く織り込むようになり、ハードコア路線を自身のファイトスタイルとした。同年、WCW と ECW の提携路線から ECW に参戦するようになり、同年の WCW 対談後は引き続き ECW、SMW、 ジム・コルネット主催などのインディー団体を転戦した。1995年8月には、いわ、ジャパンに登場。日本でもハードコアマッチをこなし、同団体開催のキング・オブ・ザ・デスマッチトーナメントで、テリー・ファンクを破り優勝した。1996年に、WWF、現 WWE と契約し、マンカインドに変身。も,っとも正体がフォーリーであることは、 多くのファンの知るところであったため、後に、ギミック上多重人格という設定がされ、その人格のバリエーションとして、カクタス・ジャックや、デュードラブとしても活動する。WWF では主に、マンカインドとして活動しつつ、ストーリーに応じてこの3つのリングネームを使い分けてた。1998年のロイヤル・ランブルでは、この設定を利用して、ランブル戦に3回登場したことがある。 なお、本名のミックフォーリーでの試合は2009年現在で通算7回しか行っていない。ECWI はジャパンで見せたようなハードコアスタイルは WWF でも変わらなかった。特に有名なのが1998年の PPV キング・オブ・ザ・リングで行われたジ・アンダーテイカーとのヘルイン・セルセンで約6メートルの高さの金網から実況席のテーブルに向かって落下した。 ハードバンプである。その後一度単価で運ばれるも試合続行し、同じ試合で今度は、金網天井貫通のチョークスラムで、リング落下している。こうした、ハードコア路線によってホーリーは、カルト的な人気を獲得し、同年12月29日から、WWE 王座を、通算3回獲得。ザロックとは異色のタッグチーム、ロックンソックコネクション、ヒーロック ソックコネクションでも活躍した。長年のハードバンプにより体が限界に達していたため引退を決意、1999年冬頃から試合数を減らし、2000年のレッスルマニア2000のメインイベントをもって現役を引退。2001年に WWF コミッショナーに就任し、現場に復帰。同年に WWF コミッショナーを退いた後は、 プロレス界から離れ、作家活動に専念した。2003年6月、トリプル H とケビン・ナッシュの構想の中で行われた、ヘルイン・アセルセンのレフェリーとして、久々に、WWE に登場、エボリューションとの構想の火種を作る。また、ビンス・マクマーホンから、ハードコア・オーザベルトを贈呈された。同年末に、RAW の GM として復帰するも、翌週には、 エボリューションのメンバーでもあるランディ・オートンによって GM 退任に行こまれる。2004年に入り、本格的にオートンとの交渉を開始。レッスルマニア XX にてザロックとのコンビを復活させ現役復帰。バックラッシュ2004ではオートンと壮絶なハードコアマッチを行った。翌月にはハッスルへ出場し三冠ヘビー級王座に挑戦。その後もローなど、 各地のインディー団体に登場して、サイン会の開催や、特別レフェリーを務めた。2005年6月は、ECW のリユニオンイベントに登場し、兄弟子のシェン・ダグラスがプロデュースした6月10日の、ハードコア・ホームカミングでは、メインイベントのサプライズゲストレフェーを務め、2日後の6月12日に、WWE が開催した ECW ワンナイトスタンドでは、 ジョーイ・スタイルズと共にコメンテーターを担当した。11月のタブー・チューズデーでは、ファンのインターネット投票でキミックを決める試合を行い、マンカインドとして、カリートと試合を行った。12月のエリック・ビッショフ解任ストーリーでも、RAW に登場している。2006年、ロイヤル・ランブルにて王座を、ジョン・シナに奪われたエッジの王座戦再戦の際に、リフェリーとして登場。 この時のレフェリングをきっかけに、エッジと構想を開始し、レッスルマニア22にて、エッジとハードコアマッチを行った。5月には、エッジと結託して、ヒールターンを行い、ECW1 ナイトスタンド2006では、師匠とも呼べるテリー・ファンクと数年ぶりに戦。また、サマースラム2006では不仲で有名だった、リック・フレアーとのアイクイットマッチも実現させた。 2008年のバックラッシュより、ジョナサン・コーチマンに代わり、スマックダウンの解説者として活動していたが、同年8月の契約満了をもって、WWE を退団。直前には、GM のビッキー・ゲレロを使って、王座戦線に絡もうとするエッジに対し、レッスルマニアで俺と戦った時のお前はそんなんじゃ、なかったとカツを入れるアピールを行い、エッジによって負傷させられるアングルが組まれた。 2008年9月、かねてより噂されていたティネへの移籍が正式に決定する。当初は、プロモやマイクアピールが中心であったが、試合にも復帰し、2009年3月19日には、スティングからティネ世界ヘビー級座を奪取した。その後は、アビスとの構想や、エリック・ビショフトのアングルを経て、2010年7月より、ロブ・バンダム、レーベン、トミードリーマー、 スティービー・リチャーズ、ライノ、チーム 3D、アルスノーラとティネ版 ECW オリジナルズである EV2.0、エクストリーム、バージョン2.0を結成した。2011年11月の英国ツアーより、WWE に復帰し、期米後もゲストホストとして、RAW や、スマックダウンに登場。2012年1月29日のロイヤルランブルにも、出場した。 往年のレジェンドが退去出演した4月10日のスマックダウンブラストフロムザパストではゲストコメンテーターを担当している。2013年 WWE 殿堂入り4月6日にマディソンスクエアガーデンにて行われた検証セレモニーでは師匠格であるテリー・ファンクがインダクターを務めた。基本人格である母体のミック・フォーリーを含め4つの顔を持っていることから フフォーフェイセスオブフォーリーと呼ばれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。